はい、こんにちは。こんにちは。プラモラボ第9回でございます。9回目です。9回目です。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回も私、八木沼亮と、はい、まだ研修員、須藤祐樹です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ポイントを止めていきましょうか。はい、はい、前々回に2ポイントは獲得しているので、はい、はい、今回でもうね、助手までこう一気にいってやろうかなと思いますけど、はい、はい、それでは、ミキシングビルドでオリジナルガンダムの続きでございます。はい、はい、前回の課題ですね。はい、こちら規格が違うということで、はい、どっちも出っ張ってるから、はい、出っ張ってる、使えないよっていうことですよね。はい、このままでは付けられません。はい、ですので、これを回収していこうというお話です。はい、回収で使いますのはこちらになりますね。はい、はい、こういった市販パーツ売っております。これはボール&時空受けセットというんですけれども、ボール&時空受けセット、はい、要するにボールジョイントの、はい、パーツになります。はい、開けてみますね。はい、はい、まあ、中身こんな感じになっていまして、こちらボールの受けと、はい、ポリ製のボール、ボールジョイント、要するにポリキャップです。あ、はい、はい、ポリキャボール状のポリキャップ、それとあとこちら軸ですね、はい、の3点で構成されています。はい、はい、こちらを、こちらの付けられなかったところに埋め込んで付けられるようにしようという加工が今日の課題でございます。はい、この機体の方を変えるってことですか。はい、そうです。この軸邪魔ですので、はい、取っちゃって、こっちも取っちゃって。あ、それも取っちゃうんですか。はい、両方とも、あ、まあ、要するにボールの大きさが違いますので、はい、今まではちょっとつけられないですね。はい、これ2つをつな、げるという方法をやってみたいと思います。はい、ちょっと加工している映像がございますので、はい、ちょっとご覧いただきましょう。はい、はい、ではこちらが、ヘイズルの肩関節を抜いて、そこにボール&軸受けセットの軸受けですね、はい、こちらを設置しようとしているところです。はい、内側に邪魔な、板がありますので、そちらはあらかじめ削除してあります。まあ、ニッパーでペチッと切っただけですね。簡単に切れるものなんですか。まあ、プラスチックですから。はい、はいはい、そうしましたら、そのままでは、浮いてしまいますので、はい、適当なプラ板を適当な大きさに切りまして、はい、底上げしています。はい、全部積み上げましたら、このように、はい、乗っけてあげると、ね、高さがちょうどぴったりになります。はい、まあ、きっちり測ってからやるとよろしいですね。はい、あとは接着剤が乾くのを待ちます。はい、はい、これで、胸側ですね、胸側の肩関節を変更いたしました。はい、今のところですね。はい、今度は、肩側ですね。片側も、このようなボールジョイントですので、このボールを切り飛ばしてしまって、痴漢、うん、はい、別のパーツ、さっきのボールの軸受けセットの軸に痴漢してしまおうという工程、ちょっと見ていきましょう。こちらです。はい、はい、こちらが、真ん中に置いてあるのがボール&軸受けセットの軸の部分ですね。はい、さっきのやつですね。はい、重むのに肩アーマーの方の軸をニッパーで切り飛ばしてしまいます。あ、あ、簡単に切れるんですね。はい、はい、まあ、そうしましたらこちら、切った部分を真っ平らにしておきましょう。はい、そうしましたら、ボール&軸受けセットの軸の方もちょっと一回切ってしまいます。あら、はい、あれは長さは同じぐらいにってことですか。根元で切っていますね、これは。あ、根元で、根元で、はい、段差になっていますので、これよく見ると真ん中に穴が開いているのがお分かりいただけますでしょうか。はい、はい、まあ、要するに成形の都合上できたまたまできた穴なんですけれども、はい、まあ、大体中心なのでこちらを利用させていただこうということですね。うん、さて、どういうことかと申しますと、軸そのまんまだと、あ、このまま接着してもくっつかないというか、くっついても接続が弱いんで、すぐ取れちゃうんですね。まあ、そうですよね、本当、はい、しかもそう動くところですよね。そうです、はい、で、耳のどりで穴を開けましたら、はい、真鍮線を通します。肩アーマーの方にも同じ径の穴を開けてるんですね。はい、これが肩アーマーの方に穴を開けているところですね。同じ穴を、同じ径の穴を開けておきましょう。はい、いきなり 2mm の穴を開けるのではちょっと中心がずれてしまう可能性があるので、はい、
1ミリ、1.5 ミリ、2ミリみたいに順番に穴を広げてあげるとズレがなく綺麗に仕上がります。そうですね、2ミリって結構ありますよね。結構あります、はい。で、穴を開け終わりましたら、はい、真鍮線を使って、真鍮線でもうお互い通しまして、これとこれ、今真鍮線が見えますでしょうか、はい、ね、こちらですね、真鍮線ちょっと出ていますけれども、はい、これを使ってこれ穴のところに接着剤でがっちりくっつけてあげます。はい、まあ、くっついた状態と仮定してください。はい、それで、こちらが、胴体側、胴体側の、先ほどの軸受けセットを埋め込んだ側になりますね。はい、はい、隙間はパテ埋めしています。なんか色が違うところがあるの分かりますでしょうか。この丸いところの周りですね。はい、はい、これが、パテで埋めた状態。埋めたんですね。はい、そのままだとあるので、でこれで、ボールと、肩と肩を晴れて接続できるようになったんです。こちらが完成です。これが関節の置換です。これは多々あるものなんですよね。その昔のキットと今のキットの組み合わせだからこういうことが起こるんです。はい、そうです。はい、もちろん、これは一つの方法ですので、はい、他の元々のキット、こちらのヘイズルの肩関節の構造をそのまま移植してしまうという方法もあります。例えば先ほどのジム3の肩のブロックをこちらに直接移植してしまうという方法もあります。あ、そうするとあの腕の丸いのはそのままで入れれるということですね。はい、まあ、多少工夫が必要になるかと思います。あるいはこの関節自体を、はい、前々回セミスクラッチご紹介しましたね。セミスクラッチで自作してしまうという手もあります。はい、方法は千差万別です。まあ、これは一つの方法で、一つの方法ということでご紹介いたしました。はい、はい、それではですね、はい、続きまして、今肩関節をつけて全身が一応出来上がったところなんですけれども、はい、はい、足はマーク2のままです。そうですね、はい、これをちょっと解消してみたいと思います。解消、はい、まあ、回収ですから、回収ですね。ちょっと変更してみたいと思います。はい、え、これはどういうことですか。だって足は足のパーツですよね。はい、ちょっと待って。ただいまお手洗い中でございます。しばしご勘弁。あ、戻ってまいりました。はい、はい、では続けさせていただきたいと思います。はい、はい、マーク2の足のままですので、はい、ちょっとシルエットを変えてみたいと思います。こちらにありますのはジム3の足です。ジム3の足です。はい、側面のパーツが別パーツになっていますので、はい、こちらを例えばマーク2の足にかぶせてみるみたいなことを考えるわけです。はい、でもこれ、はい、ちょっとすみません、だってこっちにはカチッてはまってたわけですね。はまってたわけですね。そんなことできるんですか。無理やりくっつけますその過程、まあ、要するに、この内側を邪魔なところを削って、はい、はい、シールド、以前 LBX のアキレスのシールドを埋めたときにパテ使いました、ね、使いましたね、はい、同じことです。パテで無理やりくっつけてしまうということをやってみました。あー、はい、そうなんですね、はい、そんなパテの使い方があるんですね。はい、いろんなパテいろいろ使いますので、試してみるとよろしいかと思います。はい、じゃあちょっと V 見てみましょう。はいはい、キットのパーツそのままでは、干渉してしまってうまくはまりませんので、はい、邪魔なところは切ってしまうとよろしい、いいわけですね。はい、今、マスキングテープ、はい、仕事でもお使いになりますね。はいはい、マスキングテープを使って、まっすぐに切り出すためのガイドラインをつけているところです。要するに、今からパーツをカットするんですけれども、はい、まあ、何の回でもなければ曲がってしまいますの で、ね、はい、このように、カッターで当たりをつけてあとはニッパー、こんなところもペンチニッパーでいけるんですか。はい、ニッパーで重物に、大まかに切り出します。このあとデザインナイフと紙やすりを使って平らにしてあります。まあ、そんな手間のかかるものではございません。そうですね、はい、
これが今切り出した状態ですね、はい、でヤスリがけします。600番を使っていますけれども、はい、ヤスリでゴシゴシ削ってあげればこのように綺麗にまっすぐになるわけです。はい、はい、そうしましたら、ちょっとマーク2の足と合わせてみますね、はい、先ほどよりもぴったり合うようになりました。そうですね、はい、でここでパーツとパーツの間に、アキレスの時にも使いましたパテを放り込んでいるわけです。ではこちら、パテ盛りして、剥がれるようにした後の状態ですね、見てみましょう。こんな感じです。はい、それが形が、まあ、同じ形なのでカチッと。そうです。まあ、最終的には接着した方がいいんですけれども、はい、なぜ外れるようにしたかと言いますと、あ、横に穴開けたんですか？なんか適当に削ってたら開いちゃったんです、はい、適当に、はい、これ、なぜ外れるようにしたかと言いますと、はい、塗装するときにこのままだと細かいところが濡れます、はいはい、なのでなるべく塗装した後で組み立てて接着できるようにしているわけです。接着はもう最後の完成形の時に接着しようと、ね、その通りです。はい、まあ剥がれるようにするには、はい、アキレスの時にもやりましたけれども、メンソレカム塗っておくと離型剤でペリッと剥がれるようになるという仕掛けです。はい、こんな感じで、マーク2の足のラインをシルエットを変更することができるようになってきました。まあ、ちょっと比較してみましょう。こちらが加工前と加工後ですね。ラインが違うのがお分かりいただけるかと思います。なんかこれだけで全く違う足ですよね。そうですよ、イメージが違うのが分かるかと思います。はい、はい、それではですね、今回はここまでです。わ、ここまで。はい、次回は何をやりましょう。次回何をやりましょうって、はい、僕は研修員なんで、はい、はい、やりますよ次回は、はい、はい、こちら、頭ですね。お、はい、一番大事なところじゃないですか、はい、頭をちょっと改造してみたいと思います。頭を改造、はい、怖い言葉ですね頭を改造していくと、はい、では、こちらを次回お楽しみにということで、はい、はい、プラモラボ、第9回でした。